イゴールディベイエフは、ロシアウファ出身の同国代表プロサッカー選手。PFC チェスカモスクワ所属。ポジションは DF。地元クラブである FC ウファでキャリアをスタート。2018年8月26日の FC 全ニと、サンクトペテルブルク戦でトップチームデビューを果たした。2019年2月22日、PFC チェスカモスクワ2シーズン終了までの契約で、 期限付き遺跡。この契約には、買取オプションも付随している。5月31日、買取オプションが行使され、チェスカ・モスクワと、新たに5年契約を結んだ。2020年11月、モルドバ代表、セルビア代表、トルコ代表との試合を前に、ロシア代表に、初めて招集された。同月12日、モルドバ代表との親善試合で、ロシア代表デビューを果たした。 同月18日には UEFA ネーションズリーグのセルビア代表戦に出場した。2021年6月2日 UEFA ユーロ2020に参加する代表チーム26人の一人に選出された。開幕戦のベルギー代表戦ではハーフタイムから途中出場した。続くフィンランド代表戦とデンマーク代表戦では共にフル出場したがチームは グループリーグ敗退に終わった。ありがとうございます。